どうも皆さん、おはようございます。カタカナで、布団です。今回はですね、フィギュアヘッズちょこっと講座というのを、まあ、新たにちょっとしようかなというふうに思ってまして、まあ、少ない時間でね、ちょこっとだけ、自分がね、知ってる、まあ、技とか、まあ、なんだろう、あと、まあ、基本的なことっていうか、まあ、自分の意識してることっていうのを、ちょっと教えていけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。というわけでね、早速やっていきましょう。ですね、まず一番最初にやるのが壁打ちっていう風に呼んでるんですけど、っていうのをねちょっと見せていけたらなと。まあこれはヘビーとか、まあ、なんだろう、連射系の武器、まあ、射撃系の武器かを使ってるものに、まあ、基本的に共通して言える、まあ僕が意識してることになるんで、まあよかったらね見ていってください。よろしくお願いします。ではね早速やっていきましょう。壁打ちっていうのは基本的にフィギュアヘッズってこう右か左かに持ってるんですよね、武器を。で、例えばこれ左に持ってるときに左側のこの端っこ、まあ、壁だったりとか、まあ、なんかこの角とかでね、左だけ体っていうかこの銃口だけを出して撃つことができるんですよ。こんな感じかなっていう風に撃つと、うん、まあ、あとねしっかりしゃがむ、うん、しゃがむ。ヘビーアサルトは特にしゃがむ。まあ、あとショットガン撃ったりとか、まあ、あとスナイパーライフルとかはちょっと微妙だったりするんですけど、まあ、しゃがんだり した方がいいやつもあったりとかなかったりとか、そういう感じなんですけど、まあ、しゃがんでもうか壁ギリギリ、多分相手からはね本当銃口しか見えないような形になると思うんですけど、で撃つと、猟奇とかはね本当に何も撃たないで倒せたりします、今みたいにね。うん、これをね意識するだけでも、もうこれ意識すれば正直もう上級ランクスと言っても過言では、まあ、ないのかなと。あ、ちょっとそれは言い過ぎかな。まああとマップ見たりとかもいろいろあるんですけど、まあ上級ランクスに近づけるんではないかなと、うん、自分でね上級ランクスを名乗ってもいいんじゃないかなというふうにも思います。はい、だこんな感じでもう打たれないで打つ。まあ今打たれたんで良くないですね、うん、打たれずに、あ、今撃たれちゃったからちょっと体出るなっていう感じで、撃たれずに撃つで倒すみたいなね。これ演習場にっていうモードになるんですけど、まあよく練習してたりしますね。うん、まあ、なんかうまくいかないなと思ったりとかした時とかはこうやって撃ってからカジュアルとかランクマとかね、クランマとかやってます。本当に被弾少ないですよね、こんだけ。本当ほんのこんだけで済む。まあ、普通にこれ壁使わずに撃ってたら、まあ、こんな感じですよね。まあ、あんまりあれだけど、もう、めった打ちじゃないですか。これを、こうやることで、両機、まず1対1の場面が作りやすい。うん。1対1の場面が作りやすくて、まあ、ちょっとあれだな。ちょっとストライカー邪魔だな。まあ1対1のこうやってね1対1の場面が作りやすいんですよ。こっちから両機が左側から来ててもこの右だけを処理できるっていうのと、あと被弾しない、まあ同じことになるんですけど、まあ、被弾しないっていうね。うん、で次の行動に移しやすい、体力が減らないことによってっていうのがあります。はい、であとショットガンとかはこうね一瞬だけ顔出してしゃがむこんな感じでね、うん、あとスナイパーライフルとかあと BR のクラスターショットとか、まあ、AR はね普通にまあこう猟奇だったらしゃがんで撃った方がいいんですけど、まあ、BR とかあとスナイパーライフル単発とか、まあ、連射関係なくこう壁を使ってこうねこうこんな感じで撃つと、でまあヘッドショットを狙うならヘッドショットの練習するみたいなねいう感じで、うん、いいんじゃないかなというふうに思います。どうだったでしょうか。今回は、壁打ちっていうまあものをちょっと紹介してみました。どうだったでしょうか。これ意識するだけで本当にねまあ、うん、上級ランクスの、もうこれだけで大きく一歩を、ね、踏み出すと思うので、うん、よかったら、ぜひぜひ、参考にしてちょっと練習してみたらどうかなというふうに思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画で
お会いしましょう。おやすみなさい。